たまに出るから。あ、見ました、はい、例のやつ、はいはい、どうしましょう、あれ大丈夫ですか。いや、流さない方がいいんじゃないですかね。まあ、本当のファンの、ファンの人がプライベート見れるっていう感じで、やわら、もう温かい目で見てくださいというしかないか、出さないか。あれ撮影行かれてるんですか。撮影と僕は行ってないんですけど、代わりに僕の知り合いに行ってもらいました。 あれはあれで、なんか皆さんに見せたいなって僕は思います。いや、正直世には出してほしいなっていう制作の思いがありますよね。教科部長が一生懸命企画を練って頑張ってたんで、まあ、とはいえちょっと厳しい目は向けられるかもしれないんで。あの大食い企画の素材20分見ましたけど、本当に時代が時代なら、もう僕教科書ぶん殴ってますよ。それはあの謎の進行、曖昧なルールで、最終的には責任を丸投げ、プレイヤーの芸人4人は何にも悪くない。てかもっとシンプルでいいのかなっていう、知ってても見てられないぐらいなかなか大変だったんで、ちょっと初めての人がもしあれ見ちゃったらちょっと厳しいんじゃないかとは。てかマジって言って普通上げた方がいいっすよ。え、上げた方がいいと思う。上げた方がいい。いや俺はもう全然そっちですよ。もう京太郎だけはそう言ってくる。いや絶対上げた方がいいっすよ。いやいや、なんどうしたんですか、なんなんですか。いつもスマイラーズをチャンネル応援していただいてるファンの皆様、実はですね、今からですね、今から、見ていただく動画は、ボツになる予定の動画でした。はい、悔しいっす僕は。いや僕ら演者も頑張ったし、はい、編集の方も頑張ってくれて、はい、なんかそのお届けできるものじゃないみたいな認識だったんですね、吉崎さんは。企画としては、その仮にご自身が悪いと言うんだったら、はい、演者の方、スタッフの方一生懸命頑張っていい作品にしてくれようとしたんですけども、私のディレクションが悪くて、例えばやった場所が壁が薄すぎて、その隣ですごく働いてる方々がいて大声出せなかったあの状況とか、なんかそういう部分をごめんなさいって言うなら分かるんですけど、はい、なんかつまらない動画になってしまったという言い方だと、僕らと編集の方が悪かったみたいに聞こえたんですけども、そこはどういう解釈でしょうか。編集の方に素材を送ったところ、あ、これってボツでよかったですよねって返されたんですけども、まあ、こういった見せ方だったら、オンエアいけるだろうということを、伝えて再編集していただき、強引に進めて再編集していただく。編集の方はやらないという判断をしようとしたのに、はい、編集の方はやらないという判断を、したんですけども、僕の一存で強引に、強引に言葉を運んでしまう、っていう形で私が、編集を進めてしまい、こういう状況になってしまいました。申し訳ございませんでした。はい、それでは本当にちょっと二度とこういうことはなりませんので、そういった気持ちで、見ていただきたいと思います。VTR どうぞ。はい、OK でーす。おはようございます。ちょっと待って、大丈夫かな。いや、吉田さん、だから背負わないと、こんな格好してるんだから。ネクタイは、うわ、なんか、うわ、ネクタイ、あの、謝る、そう、なんか舐めてるじゃないですか。そこも一応触れとかないと、俺だって謝罪する気。え、しかも、開けてない。開けてます、ちゃんと止めてやってました。え、スニーカーですかこれ。いや、ちょっと待ってよ。スニーカー、足元はもうちょっと、え、足元はもうそれは髪も切っちゃって。いやいや、それはいいでしょ。ちゃんとネクタイがあった方が、いや、これ本当にちょっとやばいんで、はい、今のちょっとふざけた感じに見られてるんじゃないかな。ふざけてる感じ、ふざけてる感じに見られてるんじゃ。見られてるよ、それは。ふざけてる感じに。いや違うよ、本当に謝り、本当スパゲッティすいませんでした。はい、ありがとうございます。今待ってます。ミニストップ大食い企画。ちょっと待ってください吉崎さん。はい、どこを押さえてるんですか、はい、場所。ここどこっすか。なんですかこの薄暗い会議室。びっくりしました。で、入ってくる時に大人たちが会議してたの、あれ、なんだろう。
ですね。うちコーハイキングスペースのです。で、レンタルスペース探したらこあの個室でありますよという形で出てきたんで、はい、電話して撮影大丈夫ですか。はい。はい、ちょっとあの何回も出入りしてするの大丈夫ですか。OK、はい、もらってるんですか。はい。これも、まあ、ちょっと全然出していいですよということで、はい、撮影決行ということで。じゃあ僕らもある程度声出してきますか。マックスこれぐらい。マックスこれ。マックスこれ。やったーみたいな。ダメなんです。ダメです。いやいやいや。で、ね、大食いをやるんですか。はい、大食い、ミニストップでですね、はい、これ2チームに分かれてミニストップで食べ物を買ってきてもらいます、うん、それを30分間食べ続けると。でその買いに行く時間も含まれてるんですか。はい、はい、何でもいいですか。食べ物だったら。食べ物だったら別に何でも大丈夫。お弁当とか、それ容器の重さも含まれるんですか。で、重さでどっちが重く食べれたかっていう勝負なので、キログラム数みたいな。で、容器の重さは含まれます。内容物だけの重さ。それどうやって測るんですか。いや、だいたいその缶とかに入ってた缶から出してみたいな。それはごめんなさい、あの、はい、冗談だとしたら、はい、あんま言わない方が良かったし、本当だとしたら引くし、どっちですか。あの缶詰とかは、まあ、ある程度50g 引いたりとか。ちょっと待ってください。適当すぎません。缶詰は食べたら。ごめんなさい、缶詰はとかじゃなくて、その容器を。容器は含まれません。でも難しいですよ、だからそれ。食べた後に測ったら分かる。あ、そういうこと。で、引くってこと。引きますので。で、負けたチームはですね、はいはい、勝ったチームの分のお代を全部払うという形。じゃあ両方の両方の負けたチームを払う。ただですね、勝ったチームは自分たちの食べた分の料金を運営側から出す。でかいせい。でか。頑張りましょう。食べた。どういうこと。だから、まあ、食べた分、例えば5000円僕たちが食べたとしたら5000円もらえる。最高じゃん。でかいね。でも高いやつ、重くなきゃいけない。重たかいものを買う。重たかいものを。マジで重たかいやつ。でも逆にダメージもらえますから、負けた時。そう。いいゲーム考えてくれ。あ、マジでやめて。それで決まりました。はい。じゃあくれぐれも静かに歩いて。これお金は。あ、お金。はい、そうです。しびれるな。なんかこれあれですよね。領収書持ってきた方がいいです。あ、レシートだけで大丈夫です。レシートで大丈夫です。はい。10万円ですか。5000円。まず5000円ずつぐらいで。はい。大丈夫ですね。はい。はい。それでは。測りますんで、ね、それではミニストップ重量対決の大食い企画、よっしゃ、スタートでーす。よし、叩いてこい、叩いてましょう。ごめん、ごめん、飲み物重要。なんでおまわりしたの。なんでおまわりした。いい、相手余計なことやってる。これでもあれだね、なんか図書館で大食いやってるぐらいみたいな感じ。なんかいけないことやってる気分だっていいね。本当にだからこれは食べる前に測って、食べた後に一回測るってことだね。じゃあその計算とかはやっていただけると。ちょっと、はい、書いておきましょうか。ちょっとでもいっぱい書く、まあいいか。正直食えるの。いや、僕めちゃくちゃ小食する。大前提、はい、よかった。正直とチームじゃなくてよかった。大前提食えないのね、はい、しかもあんなハードな運動してきた後だから、はい、もう絶対食えない。こっから夜まで食わない時とか全然ありますもん。こんな運動した後で、はい、マジ食えないんで、そもそもね、はい。これじゃあマジで買ってきて庄司が全然食べられなかったら進まないってこと。進まないんでやばい。まあでだから結構最初に食べたいみたいなところありますね。だからそっちは選んだ、はい。ミニストップどこにあるんですか。わかんない、でも近いとこあるって言ってた。確かに場所これ迷うじゃん。はい、って言われてないです。危なかった。うわ、迷うんだな、そりゃ。これ結構使ってるな、時間。いや、結構7、8分いきそうですね。いくか。はい、僕ミニストップでバイトしてたんですけど。え、言えよお前って。な
あの、大体どの商品かなとかも大体わかるんで。わかるんだ、はい、僕、1旦目で結構きつくなりそうです。大きいの買ってこられたら。あ、なるほどね、はい、作戦次第だよね、はい、マジでどうなんだろう。でもある程度大きいのは買わないと勝てない。勝てないです。この少なさで考えたら、はい、なんだかね。あんたってな。あんたってえ、教科部長、はい、これって一品買ってくるじゃないですか、はい、それ食べるのはその人じゃなきゃいけないですか。例えば途中で交代もあり。いやどうなんでしょうね、そこはもうその人で、あ、そのチームに、チームの判断ってことですね。わかりました。え、食べ終わる前に買いに行くのはなしってことですね。いや、でもそれはありですよ。ありで、持った状態にいるってことですね。食べを、食べは出しました。だからで、もう買いに行くのはあり。あ、全然、それは一人はここで食べてて、で買いに、買いに行って、で、じゃあこれ食べてて、ここで食べるのはなし、うん、いや、それはダメ。ここに、ここしか食べれない。なるほど、うん、じゃあ、もうここで買ってきてもらって食べたらいいだろ。行け、また行けってことだよ。意外とね、その50メートルほどのところにミニストップあるんですけど、はい、もう5分経って、いやもうそうです、はい、なんだ、4食とかで終わっちゃう可能性ある。いや全然ありますよ。全然あると思います。いや、笑っちゃいますけど、ちょうどなんかちょうどいい感じになるぐらい大食いとかじゃなくてトレーニング後のちょうどいい感じ対決の可能性ありますよ。スマイラーズサブチャンネルぐらいがちょうど良さそうな。なんかサブチャンでよかったら、それかギュッとショートにまとめていただいてまあそれか山小屋の後のおまけのところにらい山小屋のおまけか庄司のドッキリのおまけにしていただいて、庄司の読み通り7、8分いきそうだね。ミニストップの場所をあれか確認まずしてなかったからそれもうやめてくれよ。いやいや、何笑ってんすかあんた。教科部長、教科部長、教科部長、ちょっと待って、じゃないよ。変なとこ借りるし、ミニ場所教えてないし何してんすか。ねえ、その悪目立ちすんのもうやめましょう。その悪目立ちしようとして、もうタイムウォッチに使っちゃってるから俺のスマホがどこですか。ちょっと待って、もう引っ掛けにしてくれ。僕はてっきりね、僕と庄司は別舞台だったから、はい、教えてもらってないのは当然だと思ったんですけど、はい、一緒に車に移動してた舞台じゃないですか、今行ったの。そう言ってなかったんですか。いや、もう 50m だからもうすぐ見えるのかなと思って飛び出して行ったけど、場所ちょっと待って、何ヘラヘラしてるんですか。腹立つな、なんか、なんだ、ゲームマスターみたいな。しかも腹立つな。もうてか、我々のフリートークで、ね、8分もいいんですよ、もう食わしてくれよ。なんこれ、本当にどの時点でお店が分からないっていうこと。ちょっと、あなたヘラつくの、ちょっとやめてください。あなたヘラつくのやめてください。それはそれ、あ、来た、やった、早く早く早く、勝てる、さんき、なになになに、めっちゃいいじゃん、センサー。あ、もう本当に前も最高じゃん。好きなのだけを買ってました。いや、しかもチンしてくれていい、はい、マジでありがとう。で、これ最初は重さを測るってことだよね。はい、で、もう買い行っていいよ、買い行っていい、もう買い行っていいよ、いけない、よし、お前マジで、うわ、お前サンキューパスタはない。で、調味料、いや、めちゃくちゃナイス。いただきます。マジで量、カルボナーラ、よっしゃ、ナイスとタバスコ、うん、で、ドリンク、うん、ドリンク、はい、レモンドを少々測ってくれ。よしよし、終わったな、ふざけるやつだったな、お前の仲間。終わったな。違う、進むっす。マジで食べる作戦で、お腹いっぱいになったらチェンジしてよ。はい、うわ、いいな、ちょうど合ってんだよ、食べ物と。はい、めちゃくちゃ合ってるっす。うわ、お米多いな。約半分経ちましたね。これ何品目？今一度半分経ったんです。一品目ですね。おいしくいただいてます。あ、来た、すごい。来た。いいな。ね、これで測ると思うね。はい。ちなみにこれ5か。36g マイナス。あ、マジで、俺、あ、これ測って、はい。
あ、来た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 。あ、すごい、早く食えそうなやつだ。あ、すごい、あいつもうやること理解してる。変わって動き早かった。遅いよ、庄司。もう行っちゃったから。変わって言うの遅いよ。なんか冷やすよね。こんな大食いないよ。あー、これはもう2つ食べて重量もない。いや、今日ちゃんにこれ食べさせて、まあもう行くしかねえか。むずい、この判断。行くしかないな。でも待ったんだよ。バタンテのチェンジ50名。やばい。うん、まあ、いっぱい、これ、俺帰ってくるまで2つ頑張れ。マシちゃんの、ごめん。え、ごめん、ごめんね。え、ごめん。お疲れっす。え、あいつ、もう1個で限界だったり。え、いただきます。うまそう。え、もう20分だ。1、ま、うまっ。あ、よいしょ、もう俺も食えないから食ってる。あ、オッケーです。これ買いに行くわ。はい、ここからちょうだい。ここからちょうだい。ミニストップの後、場所教えて。水戸行って。水戸行って。水戸のとこです。オッケー、ありがとう。で、すぐ左です。オッケー。あ、で、帰るわけでいいよ。すっごい使ってるじゃん。うまっ。これ、普通に貼るの？ああ。一粒の商品に差がついてます、ね、え、僕が負けない。こっちが今買ってる。あ、マジっすか。こんだけ静かだから相当食べとんやろな、これ。うん。あと25分か。あ、ちょっと石橋遅いね。遅いですね。まだいけるでしょ、縦は。いや、量は全然。噛まずに食ったら死にそうになりました。アイスミスったかもしんねえ。アイスはミスった。タバスコかけたらいいんじゃないですか。でもアイスはこれマイナスがないから。あ、そうですね。石橋遅ない？大丈夫？残り4分です。4分で1品いけるかな、俺。でっかい弁当とかがいいっすね。そうよね。え、食ったら、その途中でも乗せたら別にそれまでの分は加算されます、うん、面白いアイテム、タバスコ使った。すごい、スプーンもこう、ね、こう、歯なんかすごいですね。え、すごくないですか、だって食べれるスプーン、こういうの嬉しい。タバスコつけたら食べれなくなっちゃうの、ごめんなさい。こっち、ごめんなさい、ガチャなの。あ、来た。行ってくれ。いや、買いに行ってくれ。買いに行ってくれ。俺も。あ、4分ですよ。行ってくれ。よし。もう、こっちは勝つから。賞金狙いに行ってるから。90g。よし。溶かしてくれみたいな。あとで負けてそうだ。負けてやないな。あー、最後、うん、これ10分、これ延長とかした方が、ちょっと待って、これ10分延長とかした方がいいかな。あの、縦を1個だけお米だけ食べてください。縦をちょっと延長しますか。
それ、どっち？どっちですか？飲み物、飲み物にて。すいません、これは飲み物です。なんでこれはもう飲んでいただく、これはちょっと飲み物となりますんで、飲んでいただくだけとなります。よし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 。チェン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 。買ってくる、俺が。これはもうアウト。ちげえ、これ飲み物じゃない。飲み物なの？人の金でいいもん食べてるだけじゃないですか、それ。ゆっくりアイス食べて。よしよしよし。見たことないハーゲンダッツ食べてる。え、これ特別ルールといたしまして、はい、まだその縦尾に至ってはお好み焼き1個苦しそうな顔で食べただけなので10分延長とさせていただきます。わかりました。はい、よっしゃ、じゃあ戦いが変わってきますね。95万円。めっちゃうまいですよこれ。ここにやっていいですか？あ、来た。ちょっとうまいっさ。お、え、え、あ、でも丸ごとガリガリすれば。え、あ、これ確かに確かに。あ、重いかもしれない。え、ちょどんべい、インスタントどんべい。いい音ですね。いや、いいっすね。おいしいっすか？マジでどうですか？うまいっす。うまっ。結構重い。結構重い。380。まだいける。まだいける。まだいきます。まだいきます。下から下から。あ、上がって。これ。よかった。そう。あ、あ。エンジンやばい。40分。どうした？頑張れ、どうした？ちょっと待って。出る、出る。何？あかん、あかん、あかん、あかんね。何しとるの？何しとるの？怖っ。怖っ。怖っ。え？しゃ、笑わせないで。これ結構集中力必要だから。そっち？うん。なんか塩分すごいとかじゃなくて。これもうし、もうダメ、放送できない。こっから行っていいですか、すいません。こっから行っていいですか。オレンジ良かったっすね。色オレンジだね。ちょっとずつ行こう。じゃあ、じゃあもう。最悪やね。最悪っすね。むずいよ、企画。うまいですか？いや、うまいって、これけど、別にうまいよ。そうやね、こんだけ食べましょう。ここにあるものは、はい、あれ、あ、終了です。遅っ。あ、もう終わっちゃったんだ。結構重いですよ。え、でも重そう。あ、これで287。いやー、ちょっと最後のが観念がきつすぎる。それでは皆さん、はい、はい、はい、45分食べ放題。はい、重さか、どっちが重たかったのか。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待ってください。はい、ミートソースって飲み物じゃないんですか？そうですよね。あ、ミートソースは食べ物です。は食べ物なんですか？はい、で、ウィダインはこれはあの飲み物なので、これはカウントしてません。それしてないんですね。で、ミートソースはこれはカウントしてるんですか？はい、カウントしてます。ごめんなさい、そこの定義だけ教えてもらわないとちょっと納得できないんですけど、僕的には一緒に感じちゃうんですけど、はい、はい、甘い甘い。すいません、わかりました。はい、そのマスターオブセレモニーがそこでライン引いてるなら、
しょうがないです。すいません。納得しました。お菓子。はい。はい。飲み物です。はい。それでは。こっちからしたチーム。1000。はい、1キロ。900。おお、すごい。18グラム。え、マジすごい。2キロぐらいいってんだ。1000。おい、一緒。え、ここで決まる。あ、そっちから行くんだ。90。あ、8。勝ってるな。やばいやばい、桁次第、そこ次第。9だったらやばい。行こう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 。9だったらやばい。5です。全然勝ってる。超勝ってんじゃん。超勝ってる。弁当で5分くらい勝ってます。超勝ってんじゃん。もう圧勝です。はい。このなんでウィーラーなんで分かんなかったかな。それだよな、お前の言うことしてる。そこだよな、結構。そなんか買いに行く、買いに行ってもこれ辛いからさ、もっと大きいの買ってこないと、そんぐらい分かってもらわないと困るんだよ。お前いい、お前いい加減しろ。やばいやばいやばい、ちょっとちょっとやめてくださいよ。会議室だと、ここは会議室なんで。お前さ、この人たちいい加減しろ。ちょっとちょっと、手出すな。なんだよ。うるえ、あ、お声ダメだから、静かに喧嘩して、静かに喧嘩して。ふざけんなよ、お前さ。なんだよ、そうなんですよ。大丈夫、生きてる、生きてる、大丈夫、生きてる。まあでも、まあ先輩、まあそっか、ちょっと、ちょっと、いいよ、言うね、言いなよ、引っかかるか。まあ怒るっていう感じですよ、こっちが。石川さん、あー、先輩なのに俺怒られるってこと。そうす、ありがとう。ちょっと、一発ギャグやります。魚衣つけて油で揚げると、天ぷら天ぷら天ぷら当たり前だね。サッカー最高。どうも、ありがとうございます。BK チャンピオンズシップにやってまいりました。優勝したら全部持ち逃げして1人12万円。おお、マジでかと。いいよ、まだ。マジでかと。マジでかと。おお、バボー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 、オリンピアチャンピオンかな。オッケー、ここまで来ました。時間となって一緒に行きましょう。よし、行くぞ。